生の皆さん、こんにちは。会社を選ぶ際に仕事と家庭のバランスや両立が気になっている方も多いんではないでしょうか。レックでは仕事と子育てを立派に両立している先輩がたくさん活躍しています。ほんの一部ですが、私たちがご紹介します。ぜひご覧ください。はい、それでは私カチが中島さんに伺います。中島さんは長年キャリアサポーターとして学校業務をされてきましたよね。はい、そうです。仕事と子育ての両立のためにどのようなことを工夫されてきましたか？はい、普段から学校のスタッフ間でコミュニケーションをよく取るように心がけています。日々業務の共有を行い、育児などで急に休む時も別のものが対応できるよう工夫しています。そうなんですね。はい、そのおかげで業務を続けることができています。レックはチームワークが良い会社だと思っています。続いて私が八角さんに伺いします。レックでは男性社員も育児休業を取得してますね。八角さんは経験者として、その時の職場の上司や同僚はどう理解しましたか？私は2人目の子供が生まれた際に育児休業を取得しました。上司や部署のメンバーは忙しいにもかかわらず理解を示してくれて、全面的に協力をしてくれたと感じています。そのおかげで育児休業中は家庭に専念することができました。それは良かったんですね。その時の感想はいかがでしたか？他の会社ではまだまだ育児休業を取りづらい男性も多い中で、自身が父親として最も必要とされている時期を家族と過ごせたことは本当にかけがえのない経験でした。復帰後も家庭とのバランスを保って働けています。レックは男女問わず仕事と子育てを両立しやすい会社だと思っています。それでは今から私関和が那須さんにインタビューをしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。那須さんは2人の子育てをしながら管理職をされておりますが、那須さんから見たレックの良さを教えてください。はい、レックには私のように子育てと両立している管理職がいるということじゃないでしょうか。もう少し詳しく聞かせていただけますか？はい、そうですね。子育てってとの両立は当事者にしかわからないこともたくさんあるので、私は役員会などでも子育て社員の働き方ややりがいについて忌憚なく意見を言っていますし、そんな私に耳を傾けてくれる風土があると思ってます。そうなんですね。私の部下にも実際子育てと両立をしながら働いている時短社員が3人いますけれども、それぞれの事情を組みながら最大限実力を発揮できるようにサポートしています。それでは皆さんと一緒に働ける日を心待ちにしています。